日本鹿児島県イブスキ市海門川尻海門、川尻は鹿児島県イブスキ市の大技。旧イブスキ軍海門村大和仙ンの一部、イブスキ軍海門町大技川尻。人口は1544人、世帯数は745世帯。郵便番号は891-0602。イブスキ市の南西部に位置しており、江戸時代には、 川尻浦と呼ばれる港町であり、港津の監視を行う津口番所や砲台が設置された。1956年に海門町大浦千田から分離され大浦として設置された。伊布杉市の南西部、海門岳の登録に位置する。阿佐駅の北方には、伊布杉市海門千田、海門十町、山川大線西方には、伊布杉市海門十町、 東方には、いぶすき市山川岡地よが水がそれぞれ隣接しており、南方には東、シナ海に面している。阿ざ駅の中央部を新川が流れており、河口に川尻漁港がある。集落は漁港周辺に密集しており、付近には、いぶすき市立川尻小学校が所在している。阿ざ駅を、川尻港付近を起点として、鹿児島県道242号川尻浦。 山川線が海岸線に沿って通っており、鹿児島県道243号長崎、美公園海門線が海岸線から北西方向に通っている。三国名小図へに掲載されている、川尻浦と海門竹川尻浦は、元読年間の元読国営図に記述があり、薩摩国営軍影響、千田村の内の裏であった。 文政7年の川尻浦の人口は762人、個数150個であった。江戸時代の測量家である、井能忠敬が表した、九州東海平園海村順には、川尻村と川尻浦の記載があり、矢数は、川尻村は77個、川尻浦は150個であったと記載されている。また、法営年間の法営後当初によれば、栄川尻に、 主要な港津の監視を行う津口番書が設置されていたとされる。さらに、薩摩藩によって砲台が降下4年に建造された。江戸時代の薩摩藩域内の地市である三国名勝図絵には、川尻浦の絵図と説明が掲載されている。明治時代になると、川尻浦は、大工小区制による小区となり、薩摩国営軍第17大工第13小区となった。 1889年の町村政志向に伴い、それまでの栄里の区域にあたる、群村、十町村、千田村、牧野内村、五両村、別府村、上別府村の区域より、栄村が成立したのに伴って、千田村のうちとなっている、川尻浦は栄村大技、千田のうちとなった。1913年には、伊ぶす警察署栄文書の川尻駐在所が、設置された。 川尻駐在所は2014年に山川福元にあるいぶす南交番に統合されるまで存続していた。A 村は1950年8月1日に A 村が調整志向し A 町となり、翌年の1951年10月1日に A 町の内大技1町及び大技、セ田の区域が分尊し、開門村が設置された。1955年には、 海門村が調整施行し海門町となった。1956年1月1日に海門町大技、仙田の一部にあたる川尻地区の区域が分割され、海門町の大技、川尻として設置された。2006年1月1日には海門町が、いぶす市及び山川町と新設合併し、新たにいぶす市が設置された。合併に際して設置された、 法廷合併協議会である、いぶスキ地区三市町合併協議会の協議において、海門町の区域の大技の名称については、海門町を、いぶスキ市海門のようにそれまでの大技なに、自治体の名称を冠したものに解消することとなり、それまでの大技川尻は、いぶスキ市の大技、海門川尻に解消した。以下の表の1958年から1991年までの、 データは、海門町教都市海底版の地区別人口の推移を引用し、1995年以降のデータについては、国勢調査による小地域集計による人口の推移である。イブスキゴルフクラブと川尻の集落イブスキ市立、川尻小学校海門川尻には、イブスキ市立川尻小学校が設置されており、かつては海門町立川尻中学校が設置されていた。 川尻には、いぶ市立川尻小学校が所在している。川尻小学校は1876年に川尻小学校として創立し、1886年に簡易化小学校、1892年に尋常小学校、1920年には高等科を併設し、高等尋常小学校となった。1941年には、 国民学校令の施行に伴って国民学校となり、1947年にエイ村立川尻小学校となった。1950年にエイ村が調整施行しエイ町立川尻小学校。翌年の1951年には海門村となり、海門村立川尻小学校。1955年には海門村が 調整志向士海門町立川尻小学校となった。2006年には、海門町が、いぶす市、山川町と合併し新たに、いぶす市となったのに伴い、いぶす市立川尻小学校に改称した。川尻にはかつて、海門町立川尻中学校が設置されていた。川尻中学校は1947年に、エ尊立海門中学校川尻教場として、 設置された。1949年に文校に昇格し、1950年に独立校となり、A 町立川尻中学校となった。翌年の1951年には、A 町から一部が分割され、海門村が設置されたのに伴い、海門村立川尻中学校となり、1955年に海門村が調整施行したのに伴い海門町立。 川尻中学校となった。1972年に海門中学校に統合され、並行した。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。海門川尻の浅い駅内には、鉄道が通っていない。最寄り駅は、山川大山にある西大仙駅または、海門仙田にある薩摩川尻駅である。明治時代末期には、 川尻港を経由する以下の航路が存在していた。ありがとうございます。